まず食べる。のじむせていただく。あーやめてー。シュみなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。日本の小学校に通い始めた息子くん、その入学式の朝の準備に密着。限られた時間の中、久しぶりのスーツネクタイに戸惑うパパ2人、久しぶりの日本でミツパパが感動したある出来事とは、そして日本語にまだ自信がない息子くんが語った入学式直前の正直なその気持ちに、毎日の宿題を頑張る姿まで最後までお見逃しなく。それでは行きましょう、ふたりパパの密着、ふたりパパと息子くん日本の入学式の朝。4月6日、入学式の朝、息子くんは都内の公立小学校に3ヶ月だけ入れてもらうことになっていました。予定していた滞在先に入居できるのが1週間ほど先だったので、その間だけホテルでの滞在です。ということで皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんとりかパパと息子くんです。今日は何の日ですか、りかパパ。入学式の朝です。学校行く準備できた？まだだね。今今週はちょっとまだホテル滞在なんですけど、パンツ見せなくていいから。はい。はい。リカパパはちょっといろいろ調べ物をしています。入学に関わる必要書類を記入しなきゃいけないので、ちょっといろいろ調べています。食べないでー。あれさっきのブラシどこ行ったの？乾いた。乾いたけど。そう。七三になっちゃった。ああ。もう終わり。終わり。ふうふうきよ。ということでミツパパはシャワーを浴びてきます。トリケス。ひげ、はい、ひげ剃ってきます。ひげ。わかった。剃ります。ひげ。え、もしかしてもう着替えた？めっちゃ早いじゃん。準備万端ですね。リカパパは？リカパパもまだ着替え中だね。大丈夫？スーツ着れた？余裕でした。大丈夫、よかった。パパパパパパ、これこれ息子くん、これは？それいらないと思う。入学式に息子くんが着るのはいとこの純平のお下がり。ランドセルも同じです。最近の日本の入学式、親の皆さんが何を着るのかよくわからなかったのですが、これなら大丈夫だろうと僕ら二人パパはスーツを用意しました。いいね、リカパパイケメンだね。今何時？今何時？8時46分、あと15分で出発です。やばい、全然時間足りなかった。出発しないといけない、急がないといけない。もう僕終わり。僕は、もう君準備できたの？今できた。見て、僕はもうできた。ちなみにこのパッパたち、なぜか今回ワイシャツを忘れてきてしまい、この前日の夜に気づいたんですが、あるところで手に入れ、ミツパッパは日本の便利さに感動していました。さて、そのある場所とは？朝のおめかしに忙しい中、ミツパッパが昨晩のワイシャツ忘れ事件について何か語っています。っていうかさ、ワイシャツがさ、ファミマに売ってたのすごくない？うん、もうこれ感動したんだけど。私もうここハンズモンだよ。あ、まあ確かにね、オフィス街だもんね。なんかサラリーマンたちは飲んだり酔っ払って転んだり、カプセルホテルで泊まって、次の日はどうする？もし、タレとかはシャツに。タレちょっと久しぶりすぎて、ネクタイがうまく結べない。長さがうまく調節。息子くん髪の毛がいまいちだけど、もういっか、しょうがないね、今日は。本当は昨日さ、髪の毛切りに行きたかったけどさ。じゃじゃーん、できたかな。息子くんが一番早かったね、今日準備。シャツ出っ放しだけどね。まあいいや、後でシャツは直します。オッケー。部屋がぐちゃぐちゃだけどもうしょうがない。じゃあもう出発しよう。出発予定9時で今5分前。いい感じ。
OK、じゃあ行こう。息子くん、その帽子かぶらない。ここもこんな、こういうときな、ここ。いや、それじゃなくて。そしていつも何かやらかすミツパッパ。今日は何も忘れ物がないといいのですが。結局ランドセルいらん。あ、ね、靴袋はいるよ、でも。ランドセルの中に入ってるやつがいる。ちょっと開けて。これ、角は？その中のやつ。ランドセル取ってる。ランドセル持ってくるじゃん。中にさ、靴入ってるよね。中に靴入ってる？オッケーオッケーオッケー。ハンカチとティッシュもその中入ってるね。ああ。カード。あ、僕はそれ。できない。おい。ちなみに入学式の日はランドセルが不要と説明の資料には書いてあったのですが、記念撮影もしたいしと背負っていくことにしたのです。そしてホテルを出ようとしたその時、海外からの観光客らしき他の宿泊客が集まっていたのですが、話しかけられてびっくり。ハレハロハロ、はい、アデレンナ、アデレンナ、ヘイド、パズブラザー。息子くんもスウェーデン語が聞こえてきてちょっと安心できたかな。最初の1週間はパッパたちと電車通学です。こっち立った方がいいかも、左。多分ね、そうね、歩いちゃダメらしいね、今。昔はすごいよく歩いてたけど。ということで電車で向かう学校。リカパッパは途中で友達の家により靴を借りに行くということで、ここで一旦お別れ。後で合流することに。これしかないからね。また後で学校でね。あれ、コーヒー気をつけてね。そしてもうすぐそこが小学校というところで、息子くんの今の気持ちを聞いてみましたよ。さあ、ということで今から入学式です。どんな気持ち？あー、そしたっけ、変な気持ちいい、これ。あ、本当？今一つだけないで、やりたいってやりたくないの感じある。あ、本当に行きたいけど行きたくないみたいな、そんな気持ちってこと？オーケー。まあでも多分すぐ慣れると思うよ。あと、とても今日そう似合ってます。でもこれシャツは入れましょうね、後で。何？これシャツ後で入れようね、ズボンの中に。パンツ見えちゃうといけない。あとリカパパ間に合うかな。間に合うといいけど。じゃあ行ってきます。学校では撮影できないので、また後で入学式が終わったら、今やります。もうすぐそこだよ、学校。すぐ OK、 行こう。ふたりパパ、そして入学式ですが、リカパッパも無事に間に合い、息子くんはかなり緊張の面持ちながら最後までやり遂げ、校庭の遊具で同じクラスになった友達と遊び、看板の前で3人で写真を撮りました。そしてその後、僕らはファミレスにご飯を食べに行きましたよ。ね、入学式どうだった？学校、日本の学校どうだった？そうね、それでも行ってみたらどうだった？外ね、遊ぶところいっぱいあったもんね。広いですね、あそこ。外でベースボールとかフットボールとかいろいろできるね。面白いキャッチャーランド。同じクラスの子と遊んでたね、さっき。リカパパはどうでした？日本の入学式初めてだもんね。そうだね、僕ら初めてです。久しぶり。そうだね、ミツパパは昔出たことあるね、日本の入学式。
そうだね。またもう明日から学校があるみたいだから、今日帰ったらいろいろもらってきたもの見て名前を書いて、明日何持っていくかチェックしないといけないね。最初の1週間はビルバン出してる。それは今週ビルバンと何？ご飯を学校で食べるけど、お昼ご飯今はまだ食べないね。すごいロボット通った。学校どう、行けそう？一人で行けないで今。今はね、最初の1週間ぐらいパパを手をつないで一緒に歩く。そうね。じゃあ食べよう。いただきます。え、息子さん、いただきますわ。どうしました？いただきます。こうして無事に終わった日本の入学式。最初の頃は登校時は僕らが一緒に、そして帰りは集団下校をした息子くん。1ヶ月経った今ではもう一人で登下校をしています。そしてあれから1ヶ月、毎日出される宿題に息子くんはチャレンジしていますが、おかげで自分の名前をしっかりとひらがなで書けるようになりました。今日はおまけ映像でその宿題に取り組む様子をご紹介します。ふたりパパ、パパたちも宿題が毎日出ることに初めはびっくりしていましたが、プリント1枚ずつなのでちょうどいい分量かなと思っています。自分の名前をひらがなで書くのも大変だった息子くんなんですが、毎日プリントに自分の名前書かなきゃいけないので、今ではすっかり上手に書けるようになりました。でも最初の頃はこういうものリカパッパが作ってくれてたんですよ。はい、直して。もう直した。さっきこうだった。でもまだでも合ってない。噛むなら。そして宿題の本の音読も頑張ってます。明るい朝ひらあい上を、いいこといろいろあいうえお、歌声ウキウキあいうえお、笑顔で遠足あいうえお、見ながらね、おいしいおむすびあいうえお、おむすびあいうえお、おむすびって言ってかな、おむすび、そう。もう一回じゃあここから、おいしいおむすびあいうえお、そうだね、おいしいおむすびあいうえお、はい、上手にできました。3回できた。本人はまだ慣れてないという日本の小学校ですが、まあ友達作りには困っていないようで、近くの公園に一人で行って一人で帰ってくるようにもなりました。ぜひこれからも皆さんには温かく見守っていただけると幸いです。ヘイドー。さーて、来週の二人パパは石川じゃない方のりかちゃんです。実はもう明日僕はスウェーデンに帰ります。三つおと息子くんと離れるのはとても寂しいです。でも動画の中では僕も出てくるので応援してくださいね。日本は美味しいものがいっぱいありますが、やっぱりおうちご飯大好き。次回は久しぶりにおうちご飯の動画ですよ。楽しみにしてくださいね。さて次回は中村家の豆腐ステーキ、ネバネバ大好きリカパッパ、息子くんの給食事情の3本です。次回もまた見てくださいね。ステアンサックスポーセボーブリエディやや、最初あなたスコーラする。ふたりパパ。